まあ、リーグ戦最初リーグ戦に全然絡むことができなくて、まあ、カップ戦で、まあ、サイドバックも今年挑戦して、まあ、僕自身サイドバックも初めてだったんで、まあ、難しい場面もありましたけど、まあ、うまく周りの人とコミュニケーションを取ったり自分の中でまあ考えたりして、まあ、うまくサイドバックでもまあ結果を残せたのがまあ今につながってるのかなって思ってます。まあサイドとの連携で上がることもできましたし、まあ守備の時はもちろん帰りますけど、まあ本当に運動量多く、まあ、センターバックでは使わない運動量っていうか、かなり楽しかったです。そうですね、まあゴール前のクオリティっていうのは、まあ、全然まだまだでしたけど、そうですね、まあ新しい、まあ、サイドバックでも挑戦できるっていうのが分かれて、まあ良かったです。まあ僕からしたら、まあ、左サイドバックとかするよりは、まあ3の右でする方がもちろんやりやすいですけど、まあ与えられたポジションで結果を残すのが、まあ僕らの役割だと思ってるんで、まあ最初は、まあ細かくビルドアップの面だったりこだわってたんですけど、まあやっぱり結果が出ないっていうのもあって、まあその試合相手に対した対応だったり、まあ背後にボールを落とすだったり、まあその相手によって戦術を変えたりはしてます。選手としては決まり事が多かった方がいいのか、自由を与えられた方がいいのか。まあ自由、ある程度自由もまあ選手からしたらありがたいですけど、まあ 2,3 個の決め事っていうのは、まあ、僕の感覚ですけど、まあ、必要かなっていうのは思います。まあ、得点もそうですけど、まあ、やっぱり失点をゼロで抑えることと、やっぱり先制点というのは大きな鍵になると思うので、怪我なくシーズンを終えて試合に出続けるというのは、まあ、このまま試合に出続けて結果を残せれば、まあ、いいシーズンが送れるのかなって思います。まあ、守備では1対1の場面だったり、まあ、ゴールを守る面と、まあ、攻撃では、まあ、どんどん攻撃参加して、まあ、ゴールに点取れれば一番いいですけど、まあ、アシストだったり得点という数字で残せればいいかなって思います。まあ、駆け上がってカットインシュートか、まあ、セットプレーですかね、はい、取れればいいと思います。